ハードウッドプロ豆知識、ウッドデッキの作り方 DIY、 ウッドデッキの下に雑草対策を。一級建築士のよっちゃんです。ハードウッドプロ社長のカリアです。ハードウッドの豆知識をお伝えします。プロの現場の施工事例を見ながら、どんな手順で作業を行っているか覗いてみましょう。コンクリート土間から何センチ離れているのかを計測して床の高さを決めている様子です。こちらのお宅のウッドデッキはリビングの床の高さとほぼ同じ高さにしたいので、地面から察し枠の下場までの高さを測ります。高さが決まったらウッドデッキの大きさ、横幅や縦幅も決めます。先ほどのお宅はウッドデッキの下がコンクリート土間でしたので、雑草対策をせずにそのままウッドデッキを作ることができましたが、地面が土の場合は防草シートを敷いてから基礎作りに進みましょう。雑草対策をしないでウッドデッキを作ってしまうと、床板の隙間から日光が入るのでウッドデッキの下が雑草だらけになり、床板の隙間から伸びた草が飛び出てきてしまいます。雑草対策をすればノーメンテナンスでウッドデッキライフを楽しめます。ご視聴ありがとうございました。今の動画の詳しい内容をお知りになりたい方は、左上のバナーをクリックしてください。ハードウッド豆知識の他の動画をご覧になりたい方は、右下のバナーをクリックしてください。チャンネル登録は左下です。